10年後の私にタイムカプセル。はい、本日はこちらのチケットでございます。今日もね、広島カープの試合を見に行こうと、8月の頭に、8月の20日、火曜日のナイターのチケット、東京ドーム入場券、インターネットでポチッとしたんですが、なんと何を勘違いしたか、ジャイアンツキャンパスチケットというのを買ってしまったんですね。これね、キャンパスチケットという名前の通り、学生しか使えない券なんだよ。64歳の僕が使えるわけないじゃない。それでよく細かく見ると、差額を払えば、入れるということが注意書きに書いてあったので、この言葉を頼りにして今日今から東京ドームに行ってみたいと思います。果たして64歳の私がこのキャンパスチケットを差額を払うことで入れるのか、さらに広島カープ側の席に座ることができるのかというのを試してみたいと思います。それでは東京ドームに向かってスタートしてみたいと思います。東京ドーム到着いたしました。チケット売り場に向かって直行だ。差額だけ払えば中に入れるのか、それとも差額を払って三塁側に座れないのか、いろいろ条件はありますけど、条件が揃えばチケット交換してカープの野球を見たいと思います。22番ゲート横にあるジャイアンツのチケット、まずそれを探さないと。22番ゲート横のチケットカウンター、ここですね。こちらで相談をしてみたいと思います。それではちゃんと控えてくれるかな。すいません、これね、間違えて買っちゃったんですけど、問い合わせをしたら差額を払えば、あの、入場券に変えてもらえますって聞いたんですけど、できます？2000円追加で交換することができました。差額は1000円でございます。1000円払ってキャンパスチケットですが、64歳のおっさん、三塁側の席に座ることができるそうです。じゃじゃん。でもね、これは学生さんの件なんで、次回からお気をつけくださいって言われちゃいました。そりゃそうだわね。はい、41番ゲートからキャンパスチケットを使って入ってまいりましたが、客席はこちらとなります。なんと予想はしていましたが、さすがに周りは学生さんばっかりでございますね。そして特に、ジャイアンツカープ、どちらのユニフォームを着ていい場所なんで、なんとなくジャイアンツのユニフォームが多いと、非常に、居心地の悪い席ということで、やはりチケットを間違えて買うとこういうことになるといういい見本ではないでしょうか。しかし頑張って試合は応援していきたいと思います。タイムリーだったな。
点。素晴らしい。3安打5打点。見事にカープが、勝利しまして、応援団の二次会は永遠と続いておりますが、いやー、しかし今日の席ね、こちらジャイアンツの東京ドームキャンパスシート、学生さんばっかりでした。いやー、しかしね、チケットはね、ちゃんと確認して買わないといけないということが判明したプロ野球観戦でございました。ということで今日は勝利しましたので、まあいいんじゃないかということで、この動画を終わらさせていただきたいと思います。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバーイ。